キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ前半戦振り返る総チェックということで、はい、今日は楽天ヤクルト編でございます、はい、ね。そう、なんか佐藤さんがユニフォーム着たらっていうんでユニフォーム着てますよ。そう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 、はい、まあ、楽天推し行った方がいいやろ。そうですね、こういう優勝しますね、うん、そうなんですよね、そうそうそう、6月すごいよかった、うん、それに向けてグワーンって行かなきゃいけないのに楽天は、はい、交流戦明け痛かったな。そうなんですよ、交流戦明けて6月8試合で2勝5敗1分け、はい、出だしの日本ハム戦の1勝1敗1分け痛かったな。そうですね、でそっから4連敗やもんな、はい、だから、うん、楽天は、うん、あの今日からの西武3連戦が、はい、でその後の日本ハム6連戦、うん、あだからこの6連戦、はい、西武日本ハムの、うん、これ勝負だね。めちゃくちゃ重要ですね、うん、ここで負け越しちゃうと、はい、ちょっとまあ、うん、ごめんなさいね、ライオンズファンの皆さん、あのそれより下に下がることはないけど、まあ、ちょっと差がすごいありますからね。そうそう、13ゲーム差ぐらいあるから、うん、あのそれより下に下がることはないけど、うん、ちょっと今 A クラスとも 4.5 ゲーム差ぐらいでしょ。2位までが、はい、5.5 かな。3位までが 1.5 か、5ゲームですね今。あ、じゃあ違うな、6か。3位までが 1.5 ゲーム差、はい、で2位までが6ゲーム差だから、はい、ここでちょっとこの日本ハム西武に巻き越しちゃうと、うん、A クラスまでも広がっちゃうっていうことがあるから、ね、はい、ここは最低でも 4-2 だね、はい、やっぱ 4-2 ではいけないね、はい、勝ち越し勝ち越しで勝ち越しでいったら、うんうん、で五分でもいいけど、うん、日本ハムには勝ち越し、はい、だから西武には最悪1勝2敗でも、うん、ハムに2勝1敗で五分だとハムと逆転はできる可能性あるからね、うん、そういったところではこのね6連戦が肝だけど、そうですね、3、4、5が全然今離れてないですからね、うん、で成績ね、はい、見てても、うん、まあぶっちゃけ普通です。普通、良くも悪くもない。いや、そうなんですよね、悪すぎないんですよ、うん、そうそう、だ、うん、からいやもうこれもう厳しいなとも思わないし、うん、いけるんちゃうかとも思わない。そう、なんかやっぱ交流戦見てると打線がハマると、うん、すごい点取れる打線ではあるんですよ。だからやっぱ希望はやっぱ先発やと思う、うん、そうですね、見ててもやっぱ先発が、うん、そう試合をそこそこ作ると、うん、まあ、浅村もね、うん、交流戦終盤から上がってきたし、で鈴木大地もいいし、うん、で辰巳もいい感じ、はい、フランコの一発も出てきたっていうところであるけども、うん、ちょっとね、あと最近気になるのが、はい、ミスね、ミス、あと勝負どころでね、勝負どころ、はい、勝負どころのいいプレーもあるけども、うん、勝負どころのミスね、うん、特にキャッチャーね、はい、あのやたら悪送球投げるからいや投げんなって、もうそれだったら投げない勇気よ。そうですね、うん、投げない勇気も必要なんですね、うんうん、俺とかほぼ投げないからね、もう強制的に、うん、お前ちゃんとしろよっていうのを知らしめるために投げないっていう、はい、だから盗塁でも、これもう盗まれて絶対無理やなと思ったらもう投げない。投げないことによって、はい、お前が盗まれてるからなっていうのをあの全員に知らしめることができる。この盗塁の責任は、はい、全部このピッチャーのクイックの悪さと、はい、あの盗まれてることが原因で盗塁されてますよ、はい、お前ちゃんとやらないと知らないよっていうのを全員に知らしめれるよ、はい、これ間違って投げちゃうと、うん、で悪送球とかしちゃうと、うん、全然セーフなのに俺のミスがついつく、うん、エラーがついちゃうし、はい、一歩間違ったらちゃんと投げときアウトだったのにとか言い出すね、うん、だそういうのを絶対言わせないために、うん、もう強制的に投げないっていう。はあ、この間風の試合の時も堀内選手がね、どこ投げてんねんってフライも落としまくるし、まああれちょっとね多分上がってたと思いますね、ほんと久々の2試合目だったんで。袴さん、はい、最近地元帰ってた？帰ってないです。また帰ってない。はい、上がってるってなかなか言わへんで。いや、じゃあなんかこれこの間副音声やった時に、そのやっぱ2試合目で、うん、でやっぱ緊張してますよねって言ったら、緊張はしてていいんだって話になって、うんうんうん、緊張してるのと上がってるのはあのまた違うって言って。違うの、はい、一緒やんな。緊張ってやっぱいい緊張ってあるじゃないですか。緊張してないよりはちょっと緊張してる方が、うん、その仕事としてうまくいくこともあるけど、緊張と上がっちゃってるって、上がってるって分かりますか？分かるよ、うん、表現じゃない、方言じゃない、上がってるって。あ、上がってる普通に使いますよ。僕らは上がってるって、上がっちゃってるって、うんうんうん、っていうのはもう緊張しすぎちゃって、うん、よく分かんなくなっちゃってる状態を上がってるっていうので。逆に緊張してるも、緊張してるをほぼ使わなかったもんな俺子供の時ね、徳島の時に、はい、うん、上がってるニュアンスの方が多いよ、緊張とか言う。緊張っていう言葉を使う方が少なかった。確かに
上がってる。だからもう俺らの認識だと緊張上がってる一緒だから。え、じゃあいい緊張感って言うじゃないですか。緊張感とか 使わへん。あ、いい緊張とか逆に言わないですよ、ね。うん、言わないですか。いい緊張してるとか言わないですよ、ね。言わないですよ、ね。うん、え、じゃあ上がってるのはもうダメなんですか。上がってるのもいいんですか。いや、上がってる、だって緊張と上がってるは同義語のような感じがするんです。私全然違うイメージでした、そもそも。多分だから多くの人の緊張って、うん、だからもうこの緊張の多分言葉のレベルも違くて、あ、みんなの認識は違うのかな。そう、多くの人の緊張ってもうドキドキして、うん、っていうのが緊張やと思ってるのかもしれないけど、はい、そんなことなることないもんね。なんか私の中で緊張してドキドキして、あ、大丈夫かな大丈夫かなっていうのは上がってるなんですよ。へ、うん、でももう、はあ、どうして大丈夫かなみたいなのが上がってる、うん、で普段こうじゃあ今から生放送始まります、うんうん、よしっていうこれは緊張してへんやろ。いや、あの、そもそも多少してるんです。多少なんかドキドキみたいな感じ。ドキドキせんやろそもそもでもあれなんですよ、その全く緊張してないってなると、うん、逆にちょっとゆるっとなりすぎちゃうんで、ちょっとピリッとこうしてるぐらいが一番いいパフォーマンスできます。上がってる時はなんか人の意見聞こえないぐらいです。聞こえないぐらいのが上がってる、ね、そうそう、もう舞い上がっちゃってる。俺もだからもう緊張とか使わへんから、はい、ただもしあれを表現するとしたら、うん、下手くそすぎるか練習してないんかと思っちゃう。あの逆ターンを逆ターンですか、うん、取って逆ターン、逆ターン、まあ、はい、ね、順回りじゃないじゃん、うん、でも練習してへんのかなって思っちゃう。あれなんか取った位置がこうファースト線向けちゃってたじゃないですか。ん？三塁線だよね。あ、三、うん、三塁の方に行ったのをで取ってこう逆ターン、そうそうそう、こうやって投げてビヨーン行っちゃったよね、うん、だから練習してへんのかなって思っちゃう。あれ取ったらそここっちか。いやいや、あれは逆ターンしないと間に合わないから、だからそういう練習もしなきゃいけないね、はい、俺とかがいつも練習してたのは、うん、ゆっくりやる練習と、うん、もうとにかくスピード重視で形とかこだわらないで、うん、とにかく取ってからどんな体勢でもいいから取ってから早く投げる練習と正確な練習っていうのを2個やってて、はい、だからそういうのをやっとかないと常に正確な練習だけとかしかやってなかった場合、この間髪入れずにもうスピードだけでリスク背負ってやることを練習してないとプレーとして成功度が下がっちゃうのよ。だからそこまでやってたのかなって思っちゃう。あんな悪送球投げちゃうと、正直。でしかも小川でしょ、絶対するやん、バントするやん、はいはい、ってなった時に、あのそれがもし安田だったら、うん、まあ、ヒッティングちょっとあの焦るのはあるかも分かんないけど、うん、小川やん、はい、絶対するやん、はい、ほぼ、うん、でバタバタするかっていう。だってあのだようセカンドとかマックス送球投げてたの最近ね、はい、うん、だそれがもったいないよね。そうですね、だそういう無駄な失点を減らしていこうっていう、はい、なくしていこう、うん、うん、でも打撃は第一もそうだし、うん、でも最近ちょっと村林がね、今年ちょっとあんまりだから、うん、これも山田遥が出てたもんな、はい、セカンドもね、はい、黒川とか出てたり、うん、ちょっと昨年に比べるとあの村林、小深田の絶対感がちょっと今年減ってんな。そうですね、小深田選手も出ない日結構ありますから ね、だからこっからやっぱり終盤上げていくためには、うん、まあ、小深田も足がいるから、はい、やっぱいるのは大事じゃんね、うん、だからやっぱ村林と小深田がもうちょっと、うん、ね、黒川もいいけどやっぱ足っていう部分ではもっと打撃成績残さないと良さが生まれてこないから、はい、もうちょっと小深田と村林が状態上がっていきながら行くと足も使えるから、はい、もうちょっと流動性出てくるんちゃうかっていうところと、うん、まあ、外野はね、辰巳とか、うん、まあ、小郷もね、うん、小郷も印象度高いねんけど数字がパッとせえへんねんな。そうなんです、あのインパクトのあるシーンで逆に落とすんですよ、ね、俺はもう、いや交流だって交流戦、はい、こんなこと言ったらあれだけど、はい、史上初なの、うん、楽天、はい、交流戦、うん、優勝したのに、はい、何の賞も選ばれなかったの、はい、あー、そうなんだ。今まで MVP 優勝したから MVP は、まあ、はい、8割ぐらい絶対取るから、うん、でもその選手じゃない時もあるけども、はい、この MVP は取れないけど優秀選手にはいんねん、うん、優勝したチームから1人は、はい、うん、今回誰もいなかったよ、はい、だからそっか、選ばれてないのか。選ばれてないんだよ、はい、誰も、うん、水谷とか、はい、多分選ばれたと思う。あ、水谷選手だ。水谷、佐伯であと1人多分誰かなんだよ、うん、水谷選手も打率すごかったですもんね、うんうん、1人ぐらい。俺はもう王鵬かなと思ったら、はい、インパクトだけ覚えてるから。いや、そうそうそう。でパッと数字見たら2割6分ぐらいやって交流戦あんまり打ってる、もっと打ってる
るイメージあったけどなと思って。そう、逆転ツーランとか、そうそう、勝負どころでね、あのバルドナードからね、打ったりとか、こうインパクト高かったけど、ドラマティック賞があったらね、選ばれると思うんですけど。だって6月の打率、うん、鈴木大地が3割1分7厘でめっちゃ打ってるんだよ、はい、で辰巳が2割9分8厘、うんね、で浅村が2割8分6厘、うん、浅村はあのやっぱり1週間休ませたのが良かった ね、あそこをね、うん、ビジターの時にね。でフランコもね、2割5分6厘で上がってきたし、小郷、はい、2割2分6厘、村林2割2分、大谷2割6厘だから、そんな打ってないんだ。そうなの、インパクトだけですね。小郷本当2割2分6厘だからね。本当だ、ホームラン3本、でも打点14だから、うん、打点は多いね。やっぱ勝負強い、勝負強い、勝負強い、そういうことだ大事ですよ、うん、だからあとはもう先発が今だったら、うん、まあ、早川でしょ、はい、でコジャーでしょ、うん、でうちね、はい、で藤井、まあ、で岸とか、とか こっからこのね、こっからどうかがね、うん、まあ、ポンセとか岸とかもいいけど、はい、岸も、岸なんてロッテキラーだったのに最近ロッテ全く抑えられへんからな、うん、今も、ま、もうロッテ戦ってなったら打たれんちゃうかって思っちゃう、うん、でもあれじゃないですか、やっぱロッテメンバーも変わってるからじゃないですか、その当時と。いや、あとは能力落ちてるからね、それが一番だよ。それが一番だよ。今は、まあ、それはそうです。それだよ。まあまあ、まあ、もう40ですからね、もう、うん、それはまあ仕方ないね、はい、それの落ちてるのは、はい、あ、どんどん上がっていくとか無理だからね。だからもうちょっと、それこそもう10日に1回とか緩やかローテだったらもっといけるかもしれないけども、うん、楽天にそこまで余裕がないから。そうですね、うん、で岸投手の代わりにこの間松井投手がね、うん、そしていきなりね、ワンアウトも取れずに走ってる、泣いてね、勝つやな、あれは本当。俺も本当にいいの、そうなんです。なんで見えるところで泣くんやろな。そんな泣いてました。あ、まあ、もう終わった後ね、もう終わってましたけど、うんうん、裏行って泣いてたと。うん、だって抜かれるもんね。だって抜かれる、まあ、確かに、まあ、絶対抜かれますもん、ね、だから抜かれたいんかって思っちゃう。泣いてる僕を見てって、別に松井だけじゃないよ、はい、今のプロ野球選手全員に言いたいんだけど、うん、泣いてる僕を映してくださいって思ってんのかなっていう。いや、そこまで考えてないんじゃないですか。いや、俺らの認識だと、はい、見られたくないっていう、うん、そういうところを、はい、だからそんなところで絶対泣かないよね、うん、まあ、泣くこともすらないけど、はい、泣くとしても、うん、その悔しさで、はい、見えるところで泣くこと絶対ないよね。うーん、だから絶対抜かれるやん、まあ、そう考えると、はい、次ヤクルトだけど、あの奥川の涙のヒーローインタビュー良かったよね、うん、あやっぱり嬉し泣きはいいやんね、それは嬉しかったと思うよ、うん、はい、その中でね、うん、結果出してっていうね、うん、でも楽天はね、はい、そうだね、良くも悪くもないから、うん、まあ、こっからで言うとやっぱ先発の頑張りやな、はい、やっぱここがしっかり頑張れれば、その、まあ、勝って負けてはあるかも分かんないけども、うん、A クラス入りは十分可能性もあるから、うん、だから、まあ、その後が、ね、もう一回滝中なのか唐島なのか、ね、もう一回松井なのか、うん、岸をどう使うのか、ね、ポンセは上がってくるのか、はい、っていうところでどうジョイントするかがちょっと勝負どころやな、ね、あの早く出てきてもいただかないとね。投げれてるの？アファームで、うん、1試合、うん、投げてる、1試合投げてる、 5.40 だよ、はい、はい、まあまあ先発1回して、気長に待ちましょう。はい、気長に。ああ、まずいる、元気でいる人たちをしっかり調整してて、はい、どこハマっていくかね。まあ、はい、先発は、まあ、則本までどこまでつなげられるかね、うん、まあ、勝負どころだね、うん、リリーフ結構いい感じで粘ってますからね、うん、まあ、6月交流戦が良かったからね、まあ、こう踏ん張りどころや、本当この、はい、1週間踏ん張りどころやから離されないように、うん、最低でも5割でもいいから日本ハムには勝ち越し、はい、うまくいけば4勝2敗でいけば、うん、A クラスグッド、だからオールスターまでに、うん、良ければ3位、はい、悪くても1ゲーム差ぐらいでついていきたいね、うん、はい、うん、くらいついていきたい、そうそうそう、頑張ろう、うん、で、はい、それでヤクルト、はい、ヤクルトさんは危ないよ、もう、うん、危ないよ、あ、もう、うん、一時期首位から最下位まで6ゲーム差ぐらいだって、はい、まあまあワンチャンどこもあるねっていう感じのとこだったんだけども、うんうん、まだ6ぐらいじゃないですか、上から下まで、いやいや、もう7、8ぐらい広がってるよ、8か、うん、ヤクルトは交流戦明け、いきなり巨人に2勝1敗で勝ち越して、こっからぐいけるんちゃうかと思ったら、うん、まさかの広島で3連敗、はい、でも阪神に2連勝して、うん、これまたいけるんちゃうかと思ったら、うん、DeNA に負け越して、そっから怒涛の6連敗、はい、でサンタナいなくなって、あれ痛いよな、それは痛すぎる、で山田もね、うん、完璧に出れるわけじゃないから、はい、まあ、宮本も頑張ってるけどね、うん、
またちょっとね、野戦病院になってんのよ、ヤクルトが、はい、あと先発も奥川一本柱、これ前も広島、阪神戦も調子悪かったけどな、うん、悪い中でしっかりゲームメイクできたっていうところがいいし、うん、でも復活ですね、うんうん、しかもヤクルトもね、6月勝ち越しただけに、うん、7月だって1勝7敗だからな、はい、きついよね、うん、リリーフも頑張ってるけどな、なんやかんや、なんかリリーフやらかすなっていうイメージもあるけど、そうなんですよね、あとやっぱね、エラーよ最近、はい、ミスばっかりしてんだよ、うん、この阪神戦2連勝でもおかしくないのよ、うん、正直、はい、そこをポロンチョエラーとダブルセカンドアウトにできず、それが得点にね、うん、失点に結びつくとか、センターポロンチョやったりとか、うん、ね、ちょっとミスがね、うん、目立つっていうところはでかいよな、うん、だって今何ゲーム差、7ゲーム差ぐらいあるよな、今一番上までで 8.5 ぐらいありましたね、 8.5 やろ、しかも A クラスまで8ゲーム差やもんな、うん、はい、これ結構きついよな、借金12、うん、残り63試合、残り63試合で5割に行くためには、うん、49勝14敗やな、うん、で優勝できるけど、優勝ラインってことですね、うん、40勝23敗、うん、で、あの A クラス入りです。だって貯金まあ10個ぐらい作って終わるとしたら、まあまあそんぐらい勝たないといけないですね、17ね、貯金17作れば、うん、貯金5ぐらいになるから、はい、うん、そしたら A クラスはいける、はい、もしくは39勝24敗、うん、38勝25敗ぐらいか、うん、現実性は、うん、まあ、もう連勝とかすれば、まあ、でも怪我人帰ってくればいけるけどな、うん、あとヤフーレも抹消してるしな今、うん、でもこの前も悪いなりに抑えたよ、だって援護点ないだけだからさ、はい、結局はね、やっぱ先発崩れていってんもんな、で打線の援護もできひんからな、うん、先発防御率が6月 3.39 だから、うん、やっぱセリーグで一番悪いからね、はい、5月も 3.26、 もう先発やな、でもずっと言われてることやからな、うん、それはね、開幕前から言われてますからね、うん、でそこでヤフーで取ってきてサイスニード、うん、ここでどうにか行きたかったところが、うん、サイスニードもなかなか勝たれへんしな、うん、いいピッチングしても勝たれへんかったりで、怪我人続出やから、うん、ピンチやな、一番だって6月の月間打率サンタの2割8分8厘が一番いいね、うん、でもサンタのいなくなって、はい、またオスナが最近調子悪いからな、うん、そうなんですよね、どうするヤクルト、本当どうしたらいいんですか、ヤクルトも、はい、広島と3連戦、はい、今日から、あそこか、それ結構あるですね、これも結構大事、はい、これ3連勝したらまだ分かんないです、全然分かんない、分かんない、まだビジターで1回も勝ったことないですよいや、それが変わるかもしれないからね、はい、相性悪すぎるんですよ、うん、まあ、先発頑張るしかないな、うん、やっぱ今本当にきついな、うん、野戦病院化してるから、リリーフもフル回転やしな、うん、あのクオリティスタート率一番悪いね、45% 前後ぐらいで、うん、それぐらいクオリティスタートもしないから、打ち勝たれへんもんな、おらんか、塩見もおらへん、うん、山田も出れるかどうか、はい、もっと代打1本頼みのサンタナ、もうサンタナもおらへん、もうなんか村上におんぶり抱っこやもんな、はい、最近なんか見てても村上打てば勝てますけど、うん、打てなきゃ負けますみたいな、この前が宮本松田だからね、宮本松田、村上、オスナ、長岡、浜田、松本、北村、奥川やからな、うん、きついなこれは、頑張ってるけどな、宮本とかめっちゃね、うん、もう困ったら宮本だから、そうですね、俺めっちゃ宮本推しだから、そうなんですか、いいのよ、山田が怪我した時、はい、いつも出てくるんだよ、うん、でもあのフルのメンバーが揃っちゃうと出るとこないから、はい、使わない、だから俺ヤクルトの時もさ、宮本は出せませんよ、ほら打つじゃないですかとかってよく言うねん、はい、みんなが、うん、いや知ってますっていう、うん、俺はいい選手やから、はい、使わないんだったら出してあげろ、うん、ね、もし出さないんだったら使ってやれっていう動画だから、うん、はい、打ちますからね、出せませんから、いや知ってますっていう、まあでもこうやって困った時に出てきていい活躍してくれるのはね、そう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 、うん、いいですよね、でももう本当この週末踏ん張りどころやな、うん、ヤクルト、はい、そうですね、だからヤクルトはね、うん、広島、中日やから、はい、こう中日に負けたらもう引き離されちゃうからね、そう、中日、残りが広島、中日、DeNA、まあ、もうヤクルトにとったら全部上だから全部勝負だけどね、うん、そうですね、うん、抜けるとこないけども、でもこの中日戦はやっぱ大事ですね、うん、そうだね、うん、
ここで 1,2,3,4,5,6,7,8 試合、うん、5勝3敗やな、悪くてね、はい、悪くても、うん、悪くても5勝3敗で乗り切れれば、うん、まだチャンスあるけども、逆に3勝5敗とかなっちゃうと、はい、ちょっと厳しくなるね、うん、うん、まあそういったところではね、うん、まあもうもうヤクルトにね願うことはただ一つ、はい、怪我に早く復帰しようもうこれや、これ、まあ、これをその間なんとか踏ん張ろう、はい、いる選手だね、はい、はい、そういったところでそれがね、初戦もすごいチームなんですからね、そうそうそう、うん、だからまあ8月のね、はい、月間総チェックなるときには、うん、話が大きく変わってる2球団に、はい、楽天はおーってなるかもしれないし、はい、いやもう厳しくなってきたらなるかもしれないし、はい、ヤクルトは、うん、オーバーズチャンスあるかもわかんないし、うん、残念なご報告かっていう、はい、のが出るか分かりませんけどね、はい、まあ、まだ両チームここ踏ん張りどころから、うん、これ交流戦までのね、うん、これ残り数試合、はい、頑張り次第ではどちらもね A クラス全然あると思うんでね、うん、はい、まあ、しっかりね観察していきましょう、はい、はい。